こちびチャンネル、かなこです。今回はスイッチバックサイド180をやっていきます。一番苦手なやつです。私がちょっと参考になるかわからない飛びですけど、見てみてください。どうぞ。これがでもキングスとかで練習してるときはバックサイドよりもスイッチバックの方がうまいねってよく言われてました。山ではやんないんですけどね。はい、じゃあスイッチバックサイドっていうのがスイッチで向かって左回転後ろ向きに回るやつがスイッチバックサイドですね。これはヒール、フラット、トゥーっていきます。ヒール、フラット、トゥーって乗ったら後ろ足で踏み切ります。後ろ足、つま先で踏み切って右の脇の下を見ながら着地します。スイッチバックのポイントは頭下げないことですね。怖くなってどんどん下がっちゃうんですよ。最初はこうやって、うわー怖い怖い怖いってなっちゃうんで、頭下げずにちょっと遠く、リップのより遠くを見てあげる。リップ見ていくとどんどん下がっちゃうんで、リップの先をちょっと見るぐらいで、ヒールフラットトゥーっていったら、リップの先をちょっと見ながらつま先でピョン。でこの時に、ヒールが踏めてなくてヒール引っかかることがあるんで、しっかりつま先に乗ってあげてください。でその時につま先に乗りすぎて頭倒れないように、ここのタンを潰す感じで、ここグイッてで抜けてつま先で着地します。リップがこうあったらしっかり後ろ足が抜けるまで待ってあげてください。でピークで90度で、あとはレギュラーに帰ってくるだけなんで、ちょっと後ろを見ながら前視線のピシッ、こんな感じで、はい。まあこれもバックサイドと一緒なんですけど、この型を内に入れすぎないでちょっと開くような感じで抜けます。ここちょっと内に入りやすくなっちゃうので肩がこういう状態で抜けてください。胸張って、はい。アプローチヒールから行ってフラット登るとこからツーになります。ツーになった。そしたらジャンプ、後ろ足まで待って、ジャンプジャンプシュワッチシュッシュッ。これであなたもスイッチバックマスターですね。それでは、頑張って。